皆さんおはようございます。衆議院の予算委員会も一般質問に入り、また集中の日程も入り、地方公聴会の見通しも立ったようであります。着実に議論が進んでいるわけでありますけれども、ここでこれからさらに参議院の状況、選挙の状況も考えるとタイトな日程を余儀なくされることは間違いありません。そうした厳しい国会運営の見通しを考えると、この政府与党としてしっかり結束をして、無駄なく、そして国民の期待に応えられる、そういった姿勢がより求められるわけであります。国会議員は国民から選挙で選ばれ、その期待に沿って国民のために働いていかなければなりません。そうした中で個人の行動も含めて国民から厳しく見られる、そういう立場でもあるわけであります。そうした公人としての心得を持って、緊張感を持って運営に当たっていかなければならないと思います。まして議員内閣制の下で行政府に携わる大臣、副大臣、また政務官、こうした立場の人は政権の運営に、また国会の答弁により的確に議事録に残る、そういう答弁ぶりというものは歴史の評価に耐えられるようなものをしっかりと発言していくことが重要であります。その備えと、そしてまた堂々たる答弁ぶりを期待し、我が党から政府に行っている人たちに対しても改めてその戒めを自覚して頑張ってもらいたいと、このように思います。今後とも政権を支える公明党として、与党と協力しながら、しっかり政府与党での国民に対する責任を果たしてまいりたいと思います。気を引き締めてしっかり頑張ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。以上です。